いすぎだよ。そういうのへりくつと言うんだ。私の父は教員でした。配布する歴史書には数多くの謎と矛盾が存在すると。密告により、父は王政に殺されたのです。子供の頃からずっと考えていました。なぜ父は真実に近づいただけで死ななければならなかったか。この小さな世界は変わろうとしている。父の仮説は私の中で真実となり、希望か絶望か父の仮説を証明することとなったのです。誰が選ぶ？お前は誰を信じる？その時俺はただ見ている。選ぶのはお前だ、そして彼らだ。え、何をやるつもりだ？どうやら理解しておられぬようですな。私も加勢しよう。これはただの脅しではない、クーデターじゃ。この世の真実が明らかになる瞬間には私が立ち会わなければならない。そんなに大事か？俺が今までやってこれたのに、いつかこんな日が来ると思ってたか。この作戦がうまくいけば、お前は獣を仕留めることができるのでしょう。それでも父との夢が頭にちらつく。ここにいる信仰と私の命を捧げれば、進め。どんなに夢や希望を持っていても、夢を諦めて死んでくれ。人はいずれ死ぬ。新兵たちを地獄に導け。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。エルヴィン先生、必ずと人類がいないと。どうやって調べたんですか？リヴァイ、ありがとう。